はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルージです。信長内房総総戦国立志伝上杉紀政でのプレイ第9話お届けしていきたいと思います。前回ですね、ついに伊達攻めを開始しました。武田信玄はじめ武田家臣をまるっと抱え込んだ紀政なので、武将の質量ともに格段に上がった段階で勢力も順調に伸長中で、現在は伊達攻めを行っています。で、前回ですね、二本松城、米沢城といった、要衝を抑えることができたので、今回はその続きですね。いよいよ伊達の奥深くまで進行していければいいかなというふうに思ってます。では早速出陣をしていきましょう。まあ北から南から一気に攻めかかりたいなというところがあるんですが、どうもね、紀政君人望がないのか、出陣命令にあまり武将たちが従ってくれないっていう、ね、悲しい状態に陥ってまして、なんとか、葉っぱをかけながら同時に進行作戦を展開していこうかなというところですね。表情を始めましょう。報告いたします。で、合戦中はどうしてもおろそかになってしまうんで、この辺りはお任せにしちゃいましょう。城の防衛のために軍勢を派遣する力はないでしょう、きっと。小泉城を落としたので、小泉城にいる軍勢をさらに北進させましょう。と思ったけど、一回帰らせた方がいいかな。騎乗するか。お、ここに重崎家がいる。え、ここにいたのは。福山伊達と茂別伊達、この辺りはあれですね、やっぱり北のなんちゃら伊達みたいな言い方になるんですね、きっと。陸奥福島城、この辺りはもう放置プレイでいいのかなっていう気もするけどな。南城さん、放置プレイでいいでしょう。ここそもそも従属してるしね、今。武将としてもこれぞという武将もいないし。ネズミ一匹逃がすぞ。加勢いたす。ネズミ一匹逃がすな。いいこと言うね。承知いたしました。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。出陣するぞ。立つのです。門を破るのです。よし、山田勢を残したし、お
捌きしました。順調そのものだな。始めましょう。報告いたしますぞ。なんかきっと視聴者の方は山内上杉家でプレイをして、なんかまた2話3話で滅びるのを楽しみにしていただいていた方ももしかしたらいたかもしれないですが、ここまでねかなり順調に、これでもかというほど順調に来てますね。起乗します。でも軍勢の数が足りなくなってる部隊は無理せず帰らせましょう。余裕が出てきてますからね、戦局に。出陣するぞ。出陣するぞ。無事にするな。生きるのだ。敵将捕獲した。では大崎を攻めていた部隊を、まだ軍勢に余裕ありますね、あるので、さらに横手城とかね、その辺りまで進出をかけていきましょう。本当はねこの横手城とか攻め取るのは最上義明勢にやってもらいたいところなんですけど、最上勢が全然動かないんですよね。出るぞ。必ずや勝つ。我が戦何やってんのっていうぐらい全然出てくれない。相当軍勢の数溜め込んでるな。いざ参ろう。今や山内上杉家は国力でいうとナンバー3ぐらいになってるんじゃないか。ご命令を下され。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。残り伊達は 1,2,3,4,5,6,7 7個の城だな。よし、一気に飲み込んでやる。残り7つの城すべてを落とせば伊達の優秀な家臣団我が配下に加わりますからね。そうなれば本当に長尾と一戦構える感じになるのかな。終始はこのようになったんです。報告いたします。まあ、伊達倒した後交渉っていう手もあるんですけど、交渉とはやっぱり婚姻同盟を結んでますからね、まあ、心が痛みますよね。であとは平井城をさらにでかくしておきましょう。横手城にも兵を出してるし、北の方が全然攻略してないな。雫石御所、読み方合ってるかな、ちょっと確認だけしますが、雫石御所に誰も攻め込んでない。攻め込みなさいってあれほど言ってるのに。必ずや勝つ。出陣するぞ。するか。逃げたければ逃げなさい。ちょっと兵の数が足りないかな、鶴ヶ丘を落とすには。ご命令を報告いたします。報告いたします。終始は鶴ヶ丘の兵は一旦引きましょう。報告いたします。戦へ参る。お味方が捕獲されました。何
鈴木重則が交戦中に捕虜。これはどこの合戦だ。横手城の戦いか。なるほど。すいません。横手城の戦いね、ちょっと軍勢の数が足りないのか。そしたらいくつか城を取ってますので、これを地業として新たに与えていきましょう。道館は手元に置いておきたいし、信玄はこの後いろいろと活躍してもらいたい。となるとやっぱり今いる武家に新たに地業を加増していくしかないか。あーでもそれぞれ攻め取った城は攻め取った武家が治めてくれてるので、新たに地業をやりくりする必要はなさそうですね。大丈夫だ。で今は真っ白城、攻略中。マムロ城ですね。マムロ城を攻略中。マムロ城は落とせるけど、鶴ヶ丘が落ちないっていうのと、あと北のこの4つの城、ここ誰も攻めかかってないんだよな。何度言ったらわかるのかな。攻めてくれって言ってるんだけど。出陣するぞ。今この辺り手薄でしょ、ほぼほぼ。少数で落とせるよ今なら。今このマムロ城の攻防戦に伊達の軍勢が出陣してるから、たやすく落とせると思うんだけどな。お任せください。お任せください。いざ戦へ。ご命令を報告いたします。終始はこのようになっております。報告いたします。何、打ち取られたか。討ち死に。出陣します。ご命令を報告いたします。終始はこのようになっております。敵将を捕まった。よし、鶴ヶ丘を落とした。敵将捕らえたり。鶴ヶ丘の兵力をさらに横手城へと振り向けていきましょう。かしこまりました。出陣します。出陣します。出陣するぞ。伊達に通じてるやつがいるとしか思えないな。逃げなさい。敵将捕らえました。いくら攻めろと言っても攻めてくれないんですよね。雫石城近辺は。報告いたします。報告いたします。終始はこのようになっております。報告いたします。我が戦お見せしましょう。城が取り囲まれました。お任せください。戦場へ参る。ご命令を報告いたします。終始はこのようになっております。出陣します。出陣する。出陣する。腕が鳴るぜ。出陣する。出陣する。包囲します。まあこの辺りは仲間になってくれる人は抱え込むし、なってくれない人は一旦構築して伊達を滅ぼした時に配下に加わってもらいましょう。
ご命令を報告いたします。収支はこのようになっております。報告いたします。いやー、伊達も開けなかったな最後は。出るとするか。出陣します。北条家と長尾家、うんうん、長年に渡り争いを続けてきた両者は今ようやく和平の道を探り始めていただと。何、これは後のお盾の乱に発展していく感じですね。北条と長尾のまま話は進むんですね。一応なるほど、長尾と北条が同盟を結ぶのか。ちょっと困ったことになりましたね。どっちと手切れするかっていう話もありますけど、収支はこのようになっております。報告いたします。しょうがない、大将自ら出陣していきましょう。再びチョーク信玄の兵約1万、これで一気に雫石御所を取りましょう。で道館4800、これが兵糧不足で出せないので3700にちょっと目減りしますが、この3700で雫石を攻撃しましょう。合計1万4000ですね、軍勢の数は。これは分が悪いな。やっぱね、山城は包囲戦にした方がいいんですよね。一旦兵を返しましょう。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。で満を持して攻めさせる。出るとするか。敵を追い詰めろ。出陣します。出陣する。出るとするか。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。城へ戻る。ここに来てちょっと停滞気味だな。前線の軍勢がだいぶ消耗してる証拠ですね。残りの伊達の城の数決して多くはないんですが、伊達はどうしても滅ぼしておきたいんですよね。家臣が欲しいんで。我が戦お見せしましょう。出るとするか。出るとするか。助立いたしますぞ。我が軍団に敵はおらぬ。信玄に1万と引き入らせるともう多分半端ないことになるんだろうな。出るとするか。
で、君たちはいつになったら軍勢を出してくれるんだい。今回ノリマサが出陣してきてないから兵は出さないぞってなってるんだろうな。加勢いたす。戦へ参る。出るぞ。必ずや勝つ。出るとするか。我が戦お見せしましょう。我らも加勢する。出陣する。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。加勢いたす。さすが信玄だな。敵将、もうチート的な強さがあるのは信玄には。いたします。先月の収支。残りの城は3つにまでなったな。いや、もう本当に出陣してくれ。この北方勢って言ったらいいのかな。北陸の軍団が全く出陣してくれないからな。攻め込め。信玄の軍団軍勢の兵糧がちょっと心配ですね。戦へ参る。我が軍団に敵はおらぬ。逃げたければ逃げなさい。敵将、捕らえました。これで罪を。ここはもう合戦で落としにかかりましょう。兵糧がないんで。進む。行きます。モグラ攻めを持ってきてないか。いや、持ってきてるね。参るぞ。敵を全てを込める。信玄とはいえ、やはり城攻めはかなり消耗するな。もったいないですね。ただここまで遠征してきてるので、壊滅しない限り兵を失ったとしても攻め上がりたい。城門を破壊しました。あ、これで兵を完全にゼロにしたので城落としたね。これより我らのものよ。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。最後の城になりましたね。伊達政景が配下に加わったか。出陣します。助太刀いたす。ここは毛利の話ですね。三本の矢の話かな。もうこれ奥州帝大的な感じですよね。完全にポジション的には関東官兵っていうよりかは。報告いたしますぞ。
します。戦へ参る。加勢いたす。我が道を開けよ。加勢いたします。養生を始めましょう。報告いたしますぞ。先月の収支です。では外交工作で長尾には同盟の延長を申し入れておきましょう。いや、延長を申し入れたのでもう一度信頼を回復しておきましょう。我が戦お見せしましょう。結局ほとんど攻めてくれなかったな。お見せしましょう。そんなに言うことが聞けないか。兵糧が不足するな。ここは城攻めにかかった方がいいですね。養生を始めましょう。報告いたしますぞ。焼き打ちってこっちの兵糧を回復してくれるんだよね。ご命令を報告いたします。こうしてる間に援軍が来てくれればいいんだけど、出してくれないからな。いい加減にしなさいということで個別にちょっと出してみます。出陣します。ここまですれば来てくれるんだね。ご命令を報告いたします。収支はこのようになっております。兵糧も十分なので、これで攻めかかりますか？もうちょっと様子見るか。逃げたければ逃げなさい。よし、伊達を取った。敵将、捕獲しました。表情を始めましょう。報告いたします。いやー、あれほど警戒していた報告いたします。伊達をついに滅ぼしましたね。騎乗します。騎乗する。ただ長尾の身長ぶり、さらには足利もかなりでかくなってますね。兵数14万、長尾は30万か。北条は34万で、我が上杉は23万。いや、これは正直言って次どっちと戦うかかなり難しいな。長尾、北条と結んで長尾と戦うっていうのが一番いいんだけど、北条と長尾が今同盟8ヶ月結んでますね。この8ヶ月の同盟が同盟の後かな、どうなるかっていうのを見極めた上で北条と戦うか長尾と戦うか、それともロングレンジにこの今川を狙うかをちょっと考えていった方がいいですね。はい、というわけで今回伊達攻略戦、ついに伊達を滅ぼすことができたというところでお届けをさせていただきました。次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。